皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はタイトルにもある通り、一つご報告をさせていただきたいことがあります。もう気づいてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが、私、ミーパーキング8月28日をもちまして、なんと1周年を迎えることができそうです。イエーイ！本当は1周年なので明日動画を出そうかなと思ってたんですが、勘のいい皆さんにバレるのもサプライズ感に欠けるかなと思い、いつもの金曜日に投稿させてもらいました。この1年本当にいろいろな出来事があって、話すとものすごく長くなってしまいそうなんですが、ずっと聞いていても面白くないかなと思うので、今回は1周年記念ということで今までの動画の総集編版を作ってみました。ずっと動画投稿し始めた時から応援してくださる方も、最近チャンネル登録をしてくださった方にも、私のこの1年を感じていただけるような動画になっていると思うので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。こんにちは、みーチャンネルです。本日はマツダ CX-5クロス D 特別仕様車の紹介をしたいと思います。でグリルとここのメッキがスタイリッシュさを際立たせていますね。エンジンをかけてみます。エンジンスタートボタンはメッキで囲まれていて左側にあります。とても涼しいので今の時期あるとすごく快適ですね。電動で開いてくれます。自動運転ももう目前なんだろうなって改めて感じました。この部分がメッキになっていて、とても高級感を感じるデザインになっています。画面は2画面で見ることができ、シートはこんな感じになっています。 G グレード、Z グレードの違いについてお話ししていきたいと思います。とてもアウトドア感のあるアクティブなデザインでしたね。リクライニングすることもできます。この下の部分はシルバーになっていて、フロント周りのいいアクセントになっています。座った感じも固めのシートでとても座り心地がいいです。続いては内装を見ていきましょう。私的には外気温や時計があるのはとても嬉しいです。していきたいと思います。囲む部分が Z の形でメッキ加色されているのが特徴的です。悪い点、乗り心地なども含めてお話しできればと思います。それでは早速スタートです。シートベンチレーションも備わっています。ここに普通ならあるピラーがないので、このような広い空間を作ることができるんです。サッサッサリオ、サッサッサリオ、サッサッサリオ、サッサッサリオ。深めにスッと通ったラインがスタイリッシュで躍動感を感じます。6000人突破したので6000人記念のライブになりました。ありがとうございます。トヨタのライズをご紹介していきたいと思います。小さい頃魔法使いになりたかった私にとってはすごくときめく機能でした。お正月っぽくしてみました。それではまず詳しく外観から見ていきましょう。シートヒーターは本当1回使うとやめられないので、ついてて本当嬉しい機能ですよね。これはスバルのボクサーという名前のエンジンのピストンの動きをイメージしてこの字型に設計されているらしいです。という名前の由来は英語でカットした宝石という意味を持っていて、こんばんは、ミーパーキングへようこそ。大人気の N-BOX には持っていない機能や装備、これ本当にあのノートなの？と思わせるような先進的でかっこいいデザインになっていますよね。窓が大きく、そしてスライドドアと家族ユーザーはもちろんのこと、どの世代の方が乗ってもかっこよく決まるこのスタイルは、見た瞬間にズキューンと射抜かれちゃいそうな、そんな恋愛漫画のような一台となっています。スニーカー的な軽快さと新しいことに向かって切り出していく力強さをイメージしてつけられたそうで、車上でリアが開けられないときは横向きに開ければ荷物の乗せ下ろしができたり、風量調整は鍵盤を弾くかのようなピアノスタイルとなっていて、誰がそんなに見てるのって感じです。ミニバンの手軽さとミニバンの快適さを融合させた、まさにいいとこ取りの一台となっています。第一線を走り続けてきたこのエクストレイル、本当にジムで鍛え上げたかのようなアスリートボディがより強さと迫力を物語っていますよね。マックとかで働いてたこともあって、なんかちょっとポテトが
好き。まるで自分だけの秘密基地としてゆったりまったり休憩することもできます。このボディ形状を SUV にしちゃうという新しい発想もそうですが、視界はかなり開放的です。なんとここに隠されたおしゃれなデザインとなっています。3年連続 SUV が続いた日本カーオブザイヤーの流れを止め空間となっています。私兄がいまして、でその兄が小さい時からずっと車が好きで、で頑丈でたくましいフロント作りはもちろんのこと、ブラックにしたらかっこいいんじゃないかなとも感じましたが、皆さんはどう思いますか？側に標準されていて、買い物しすぎて手が塞がっている時や、ここのグリルは7本のバーとクロームのフレームで構成されたデザインになっていて、スポイラーの役目も果たしているこのダックテールという部分で、今回はこちらの車にエアコンクリーニングをしていきたいと思います。今回の車両は STI ということで、このリアコンビネーションも太いブラックパーツでつながるようにデザインされ、まずはよく振って、それからスプレーをしてスポンジで洗浄していきます。はい、ということでいかがでしたか？本日は1周年記念ということで特別に総集編をお送りしましたが、今改めて見ると本当にもうね、恥ずかしいぐらいに懐かしさを感じるような動画でしたね。今は私らしさを出せる動画になってきてるかなと思ってるんですが、当時は撮影も機材も編集も全然わからないことだらけで、毎回試行錯誤をしながら撮影に臨んでいて、そういう部分に関しても動画投稿以外にも関係なくすごく貴重な1年を過ごせたなと感じています。これからも自分らしく新しいことなどにも積極的に取り組んで、見てる皆さんにも楽しんでいただけるような動画を届けたいと思ってるので、温かい目で応援していただけると嬉しいです。そして最後にここまで見てくださった皆さんに一つお知らせがあります。最近ツイッターでもアンケートを取らせてもらったんですが、ついにミパーキングのインスタグラムを開設しました。まだ全然写真が投稿されてないんですが、概要欄から私のアカウントに飛べるようにしてあるので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。そして今回の動画が楽しかった、これからも応援するよという方は、ぜひグッドボタンやコメントを残していっていただけると嬉しいです。また実はまだチャンネル登録してないんだよなという方も、ぜひチャンネル登録してくださると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。そして今回の動画が楽しかった、これからも応援するよと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンやコメントを残していただけると